はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、まあもうすぐ交流戦というところですけども、開幕してから今まで、まあ現状でね、現状考えてですね、期待以上の活躍をしてるであろう、してるなというふうにね、僕が思う選手5人をね、少し、皆さんに共有させていただこうかなというふうに思っております。すいません、少しちょっと偉そうな企画になってしまって非常に申し訳ないんですが、まあね、まあ交流戦も入ってくるというところで、まあ活躍してる選手、みんな分かっといた方がいいやろうなっていうところは改めて思いましたんでね、このような企画を取らせていただいております。はい、じゃあもう早速ね、野手の方から一人目から言っていきたいんですけども、まず最初、まあサムネイルにもありましたけども、これ岸田選手ね、岸田捕手、はい、成績見ていくと21試合で、打率3割5分3厘、51打数18安打。すごいね、これ。で、OPS 903で1ホームラン5打点というところで、もう非常にハッスルしてるというところでございます。まあ僕も1月ね、自主トレ手伝ってまして、まあ非常にね、まあ嬉しく思います、この活躍をね。で、まあ、古田さんとかも、とかとご飯行ったんだけど、まあ、古田さんも言ってたけど、やはり、もうヒット打っていけと。もうホームランは、まあ、当たったら入るからと。角度ついて芯当たったらある程度の、プロ野球選手でやってるやつだったら入るから、もう、ヒット打っていけと。で、とりあえず打率を3割以上残せっていうふうに、まあ、ずっと言ってたんで、まあ、その教えっていうのはね、しっかりできてるんじゃないかなっていうふうに僕思っております。まあ、その中で、まあ、守備でもですね、非常にまあ失点を少なく抑えたり、まあピッチャー陣のね、クオリティというか、いいっていうのもあるんですけども、非常にね、配球っていうところも、非常に頑張ってますしね、そういったところで、まあ昨日なんかは5番なんか打ってましたから、っていうところで非常にね、まあ今、現状でめちゃくちゃ、打線ね、調子いいかって言われるとそうではないし、なかなか点が取れてないっていうのが現状なんで、そういったところで、まあ岸田選手が非常にね、調子がいいっていうのは、まあ、大城選手がね、今2軍にいたりとかするんで、そういったところでも非常に大きな、活躍をされてるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。はい。で、次2人目なんですけども、2人目にはね、ちょっとね、野手なんですけど、ちょっとね、失礼というか、まあ、もっとできると思ってるんですけども、ちょっと、上げさせてもらいます。二人目、吉川選手ですね。はい、成績見ていくと45試合で、打率2割7分、163打数44安打。で、OPS 675、で、1ホームラン、11打点というところなんですけども、まあ、吉川選手ね、まあ、もっとできるとは思ってますと。僕もね、一緒にやってましたけども、ポテンシャルすごいですよと。すごくいい選手。みんなそんなこと分かってるんだけど、やはり、一回、落ち着いて考えてみるとね。じゃあ、ここ最近の成績どうだったって聞かれると、やはりあまりね、振るってないのが、まあ現状だと思います。その中で、僕も吉川選手はすごいいい選手だ、というふうには思ってるんだけど、やはり、ここ数年のね、ちょっと低迷期が、低迷期というか、まあちょっとあまり、まあ打撃というところに関して、あまり、振るわなかったっていうのがあるので、もしかしたら今年も、1番、2番を打ってほしいというふうには言われてましたけども、もしかしたら打てないんじゃないかっていう、その1番、2番をね、っていうふうに僕思ってたんです。ちょっとだけね。うん。なんだけど、初めは8番とかね、打つことが多かったですけども、今ではもう3番なんかに座ってね、非常に打撃、打線を牽引してるっていうところがありますと。で、持ち味のね、守備もね、もう素晴らしいと。まあ、昨日もありましたけども、もうなんか感覚的に1試合1個ぐらいファインプレーしてんちゃうかっていうところのね、感覚はありますし、まあ、そんなことはないと思うんですけども、それぐらいそのインパクトが強いっていう意味でね、それぐらいありますし、打撃というところも、今はまだ2割7分ですけども、もっともっと上げていけるようなね、兆しっていうのもあると思いますから、非常にね、今ね、まあ、岸田選手と、吉川選手というところは非常にね、成績もそうだし、チームをよく引っ張ってくれてるなっていうところはあると思います。はい。で、次はね、ピッチャー3人、見ていきたいと思います。はい。まず1人目なんですけども、僕がね、ずっと、いいな、いいなっていうふうに言ってるんで、皆さんも分かってるかもしれないですけども、泉投手ですね。はい。13試合投げておりまして、未だ点取られてないと。防御率 0.00。うん。いつまでこのゼロが見られるのかっていうのはね、注力していきたいと思うんですけども、すごいですよね。
で、被打率に関しても1割3厘。で、ウィップに関しては 0.50 というところで、ほとんど塁出してないやないかっていうところなんですけども、まあ、もともとね、まあトレードで取ってきて、まあ高橋礼投手はなんかこうね、先発でというか、まあアンダースローだし、ちょっとこうイメージが強かったかもしれないけど、この泉投手って、まあ実際どうなのっていう感じだと思うんです。来た時はね。なんだけど、もうね、すごいよね。勝ちパターンじゃないのよ。勝ちパターンじゃないんだけど、これね、まあ、ビハインドであったりとかっていうところで、こんだけ投げてくれて、まだ点取られてないって、よっぽどやと思うけどな。すごいよね。で、まっすぐも強いと。で、落ちる系のボールもあるというところ。で、スライダー系のね、曲がり系の球もあるというところで、まあ、どんどんゾーンに投げ込んでいってるよね。うん。どんどん臆せず投げてってる感じがするし、非常に、キャッチャーのミットめがけてね、どんどんテンポよく投げてるなっていうのはあるし、やはりもうなんか0点で抑えてくれるのがちょっと当たり前みたいな感じになってるんで、ちょっとね、そこは、まあ、いつかは点取られる時が来ると思うので、そこはね、あまり、まあ、期待せずにじゃないけど、今の感じでね、どんどん投げ込んでってくれたらね、僕はね、いいかなというふうに思ってます。で、二人目、ピッチャー二人目、計四人目の選手は、菅野選手ですね。おここで菅野来たかというふうに思った方いらっしゃるかもしれないけど、やはりね、去年ダメダメだったじゃないですか。で、まあ、歳だったりとか、まあ、体型だったりとか、まあ、いろいろネット上で言われてました。で、まあ、菅野さんがすごい投手っていうのはね、皆さん知ってると思います。まあ、僕もね、受けたことがあるし、もう素晴らしい投手だなっていうのは分かってるんですが、やはりね、年齢の壁っていうのはな、どの選手でもあると思うし、やはりもう菅野さんもね、もうきついのかなっていうふうに正直思ってました。ただ、まあそのキャンプ前からですね、自主トレしてる時から、今年はちょっと違うと、もう自分でめちゃくちゃ言ってたんで、こんだけ言うってことは多分相当状態がいいんだろうなとは思ってたんです。なんだけど、やっぱりシーズンに入ってからじゃないと、やっぱわからないじゃないですか。うん。で、非常にね、小林誠司さんとね、組んで、で、今、現状4勝で0敗というところ、開幕から無傷。まあ少しこの間ね、体調不良で、ローテ飛ばしましたけども、まあそこも、そこ以外ではですね、もう素晴らしいピッチングができていると。で、6試合投げてて、防御率 1.37。で、4勝0敗。で、被打率も2割1分3厘。で、ウィップに関しても 0.97 というところで、もう素晴らしい成績出してると思います。で、何がいいかって、やはりまっすぐだと思うんです。で、菅野さんが全盛期というふうに言われてた時って、まあ、もちろん球も速かったんですけども、それでもね、僕151ぐらいだったと思うんです、マックスがね、大体。なんだけど、今年見てても154とか、3とかを出したりするんで、それに後半の回とかに出したりするから、やはりそのまっすぐ、力強いまっすぐがあるから、もともといいスライダーであったりとか、カットボール、で、フォークボールっていうところもあるし、まあ、横に動かすね、ツーシームっていうボールがあると。で、まあ、コントロールはもともとすごくいいと。で、今年に関しては、その、安倍監督もおっしゃってたけど、まあ、完璧主義になるなと。あんまりこう、四隅狙って、ボールなるぐらいだったら、まあ、ある程度こう、ゾーンというか、真ん中に投げ込んでいけっていう、その教えがあるんで、それも非常にね、うまくというか、しっかりやられてるなっていう感じはするし、やはりこの小林捕手との、あうんの呼吸というか、まあ、ほとんど首振ってないと思うんです。僕見てるんですけど。うん、ほとんど、もう一回振ったかなぐらい。もしかしたら振ってないのかもしれないぐらいのレベルで、信頼してね、投げ込んでるんで、非常にね、体もいいだろうし、なんかその、小林捕手との相性もいいんだろうなっていう感じがね、すごく見受けられて、すごくね、いいピッチングができてるなというふうに思います。で、最後の選手なんですけども、これはね、堀田選手ですね。はい。素晴らしいと思います。まあ、なかなかね、今までこう、まあ、原監督であったりとか、まあ、いろいろありましたけども、その、堀田投手ね、なかなかドラフト1位で活躍できないと。うん、なかなかこう、伸びそうで、上がってきそうで、なんか、ダメだったりとか、コントロールが、とか、いろいろ言われてました。で、去年のフェニックスとかもね、158やったから、なんかすごい球投げてたりとか、してて、もしかしたら、剣心覚醒するか、みたいな感じでね、言われてたりとかしてました。で、実際今年も、初め中継ぎだったんです。で、大勢が抜けたら、堀田でも、クローザーいけるんちゃうかぐらいのね、すごくいいピッチングをずっと続けてくれてました。で、現状、見ますと、10試合投げてて、まあ、1.50、3勝1敗。
で、被打率が2割1分8厘。で、ウィップに関しても 0.97 っていうところになってます。で、初め中継ぎだったんだけど、やはりね、まあ、いろんな選手の故障であったりとかっていうところがあって、まあ、先発ね、谷間の先発にっていうところで、投げてったと思うんです。先発でね。そこで、しっかりね、いい結果を出してというところ。で、僕、この間も言いましたけども、やはりまっすぐもいいんだけど、やはりチェンジアップっていう球種非常にいいなと。ああ、杉内さんにおそらく教わったね、投げ方で、非常にね、ストレートに近いぐらいのね、回転数を誇りながら、球が急速に落ちていくというボールで、非常にバッターからしたら、変化球とね、まっすぐの見分けがつかないところがあるんじゃないかなっていうふうなところはあります。で、まあ現状ね、防御率 1.50 って大したものだと思います。で、昨日のピッチングでもですね、途中まですごく良かったです。で、実際、まあフォアボール2つ出して、で、まあここで変えるだろうというところを、安倍監督はあえて変えずに投げさせて、まあタイムリーを打たれてね、まあ結局負けてしまったような、負けてしまったんだけど、でも、まあ、成績を見るとね、これまでの、まあ、くすぶってる感じからすると、もう全然もう素晴らしい成績出せてると思うので、まあ、現状ね、初めてのシーズンだと思うんです。こんな先発でね、こうやってやっていくっていうのはね、難しいと思うんですけども、まあ、夏場でね、体温が上がったりとか、気温が上がったりしますけども、そこでね、どういうふうにね、乗り越えていけるか。まあ、バッテリー中心にね、まあ、内海コーチともね、うまくやってるっていう記事も見ましたし、そういったところで、非常にね、スケールも大きくて、まあ、ちょっと前にはね、菅野さんが、巨人の18番を背負ってるぐらいの器があるというふうに、ポテンシャルがあるというふうに言ってましたから、非常にね、そういった意味でも、これから、頑張ってもらいたいという選手の一人でございます。はい、そんな感じでね、今日はちょっと偉そうな企画になってしまって、まあ、期待以上の活躍をしている選手5人というところで、挙げさせていただきました。まあ、いろんな選手がいる中で、まあ、そのね、やはり期待値が高い選手もいれば、あまりこう、期待値がね、あまりそこまで高くない選手もいるので、そういった中で、我々の期待値を超えてくれた、超えてきてる選手は、この5名なんじゃないかなというところで今日お話しさせていただきました。ぜひね、まあいろんなね、意見あると思いますから、この選手は期待以上だって思われるね、選手がいたら、ぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。